最強の事実が欲しい全毛スイマー木村敬一金メダルの色もその輝きも木村は知らないそれでもこの5年間金メダルだけにこだわって強化を続けてきた30歳金の輝き自体に関心があるのではなく世界に自分より強い人が いいない事実が欲しい自国開催の舞台で悲願の頂点を目指す単身渡米で強化。2歳の時先天性疾患で視力を失ったぶつかったり転んだり怪我が絶えなかった小学4年生になり母のまさみさんに「ここだったら安全どんなに動いても大丈夫」 連れれて行かれたのがススイミングスクール。夢中で4英法を習得した水泳が生きていくための武器になった 17, 17歳で北京オリンピックに初出場代表入りで満足したはずが負けて込み上げてきたのはメダルを逃した悔しさだった2012年ロンドン16年 リオデジャネイロ大会で銀3銅3の計6個のメダルを獲得しても満たされない金メダリストにならなければ意味がなかったリオでの競技を終えた夜泣き崩れた環境を変えるため単身での渡米を決意した英語は話せないし現地に知り合いもいない 所属先からは、親も一緒なら、と、条件付きの OK が出たが、木村は譲らなかった。一から学び直したかった。人生で一番、わがままを通した時間です。昔の地盤自分を超えるため、との一念を訴え続け、半年後の18年春に、一人で海を渡った。留学先は、アメリカ、 メリーランド州ボルティモア目と鼻で感じる自然豊かな港町その雰囲気は岩手に似ているなと思ったリオ大会で金メダルを争ったブラッドリー・スナイダーを指導するブライアン・レフラー氏に指示した体力の消耗が激しいバタフライで追い込む時間が格段に増え その影響もあり、渡米直後は腰痛に悩まされた。以来、練習前の準備体操は体幹強化も兼ねて欠かさず取り入れている。4度目の大舞台、19年世界選手権で男子100メートルバタフライを制し、異国での挑戦が間違いではなかったことを証明した。まもなく、 新型コロナウイルスの感染拡大で練習拠点が閉鎖され20年3月にやむなく帰国した滋賀県の実家での自粛生活中支えとなったのは前例のない米国での挑戦を振り返り SNS で発信することだった書くことで自分がなぜ今泳いでいるのか 整理することとができたというそしてやっぱり僕は自分が好きこの人生を多くの人に知ってもらえればと自伝の出版にもつなげた接続を誓ったリオから5年いよいよ勝負の合法がなる前回の5種目から今大会はメダル獲得が狙える3種目に絞って エントリーしている。本命は競技最終日の9月3日に行われる 100m バタフライだ最高のコンディションで本番を迎えたい世界で一番強い自分になる闇の中を泳ぎ続けてきた心と体は今希望の光に包まれている